ラジオネームペケミニ、有吉さん、ハイパー引退詐欺クリエイターことみそのちゃんがブログでこんなことを言っていました。以下、村上春樹の本みてえに長えだけでクソかったり内容のため、ほんの一部分のみ抜粋。前は多くの人たちに好かれようとして敵を作らないようにしてたけど、もう頑張りたくないから無理せずクソとは関わらないようにして、人としてダメなやつは切っていこうって。厳選するとかは失礼やけど、ルイは友を呼ぶからね。30歳からはしっかりと人を選んで付き合っていくことに決めた。いやー、みそのさん、初めてあなたのブログに共感しました。僕もルイは友を呼ぶから、人はしっかり選ばないといけないと思ってます。それではみそのさんがいいことを言ったので、この日のみそのさんのブログを簡易的に振り返ってみようと思います。この日はアビルユーの誕生日ってこともあり、ユーたちとご飯、途中から梅宮アンナ姉さんも合流、15日はヤグッちゃんとお買い物、夜は熊田曜子ちゃんと森下ゆりちゃんと合流、楽しかった。おい、お前らアベンジャーズか。チンカス国士無双か。外中なでしこジャパンかよ。ルイが友を呼びすぎててな、ヘドが出るわ。全員まとめて引退しろ、この野郎。大賛成。強烈ですね。すごいですね。ルイ、やっぱ厳選した友達ですからね、この度に。みそのさんが厳選してお付き合いしてるお友達が、阿部龍さん、はい、梅宮アンナさん、はい、矢口まりさん、はい、熊田曜子さん、うん、森下ゆりさん。これね、エンジェル、うん、出た出た。